有山です。八ヶ岳コモンズをどうやって、進めていくかっていうところをちょっとね、まあ、考えることがいっぱいありすぎちゃいまして、自分自身でちょっと整理していこうかなということでこの動画を撮ってます。今先ほど別の動画でね、一応全体像みたいなこんなことやるよっていうざっと風呂敷を広げてみましたが、それに対して一個一個ちょっとどんなことをやっていくのかってことを、書き出してみたいと思っています。多分ね、僕のやり方なんですよと、こういうで、そのちょっとね、今やり方の進め方の違いで、僕の中でこういう場合でこういうことこういう動画を作ってるっていうのがあるんですけど、仕事の流れというかね、スキームをちょっと考えてみないと僕は次のステップなかなかいけないっていう、欠点がございまして、それをまず考えました。まず、闇市の図書館八ヶ岳ですが、人のね、ある方の、ある意味生涯をかけた研究の成果としての蔵書、本棚から、数百冊ピックアップして、本当にその方の、図書館とか本棚っていうことで、この、古いっていうかな、廃校を使った名刺の図書館というのを作るイメージです。何だか分かんないですよね。本棚がこうあって、でこうやって本棚がこうと、イメージですよ。あくまでもイメージだと思ってください。で、こうなる。で、途中たぶん途中に違う。上の方にもちょっとこうなんですけど、なんだろう、誰それ。するかまだわかんないですからね。それぞれ一つの棚が特定の一人の先生の、本棚になっていくようなイメージです。写真もね、これ動画も撮りたいなと思ってメッセージをね。だからこうね、先生の教え子さんたちがお式の時に、いや、よく来てくれたねみたいな動画があります。昔サンダーバードっていう特撮っていうか人形の特撮がありましたけど、あれにね、兄弟のトレーシー兄弟のこう肖像画が出てきて、通信がピンピンってあると写真の肖像画が動画になったりとかする、今普通にできますよね。なのでそんな風にしてなんとか先生っていうのを置いてプロフィールがあって、いろんな本だから、どうしても1人当たり何冊っていうのが決まってしまう、何冊っていうのかな、例えばこれ、ここで1人の先生っていう、これで、ね、これが何人分できるかっていうのもあるし、やっぱりこれも限界が限度があります。収蔵能力のね。どのぐらい収蔵できるかっていうことがポイントになります。で、どういうふうにやっていくかっていうところでね、まず、一応ここでは名刺の名刺とします。で、依頼者。同じってことはもちろんありますけど、もうすでに例えば変な話ですけど、例えばもうすでに亡くなられている方の 本棚があって、それをどうしようかっていう相談にも乗りたいので、その本人、この本人と、その依頼する人がいて、一番とりあえず、デリケン運営ボタンを。でこのこんな風にこう扱いますよっていう。
で、これ単に倉庫的に預かるだけではなくて、今度ここに入る、入ってるわ。ちょっとこっちか。この名所の図書館に来館してくる人が、まあ、見たい。そしてこのなんとか先生、まるまる先生の図書ね、実際に来館してくれたこの八ヶ岳コモンズに、こう書かない。見ることができるっていう仕組みを作ろうと思っています。で、まあこれあとね、それポイントはあとまだポイントってわけじゃないけど、ちょっと10年契約で書いていきます。ただもうスタートして3ヶ月経ってしまったので9年とかね、もうちょっと年数が少ないんですけど、ちょっとこれ結果としてまたどう処分するかっていうこともまた検討しなければならない。ずっとね、ここに保管しておくことができればいいんですけど、一応建物的には10年契約ということなので、更新はもちろんね、希望すればできなくはない。だけど、その辺をちょっと見越しすることを考えると、とりあえず限度を決めておこうということがあります。ただこの処分も捨てるという意味だけではなくて、元の人に戻すとか、あるいは欲しい人に分配するとか、いろんな選択肢があると思うんですけどね。まあ、この依頼してくる人にとっては今ここに家に置いといても誰も使ってられず有効活用できないっていうところで、どうしようかなって悩んでらっしゃる方が多分いると思います。で、この大きな流れをどう作るかですよね。それを今考えているところです。こんな感じで、名所図書館八ヶ岳っていうのはこういうイメージを持っているものです。で、今度ここのスキームをどうさらに細かく作っていくか、どういうふうに申し込んでやっていくかっていうそのやり取りのスキームを作っていって、でそのスキームの中から必要な、まあ、書類というか申し込み手続きの方法であったりとか、それからどういう契約合意を得てるとか、それから誰に何を頼んで発注して、例えば本を引き取りに行くっていうことも業者さんに発注する必要がありますよね。まあ、そういったところとか、それから来館者はどういう手続きを取って来館をし、どういう手続きを取ってこの本を見ることができるかっていうところの、まあ、一連のその仕事の流れみたいなものをこれから作っていきたいと思っています。